5品、え？ちょっと、なんて。タイトルにもあります通り、コンビニのお惣菜とかを使って最強の丼を作ろうという企画でございます。今ここ無限大ホールなんですけど、すぐ近くのファミリーマートに行って、まあ、お惣菜とか、おにぎりとか何を使ってもいい。全部で5品買って、5品以上でも以下でもない5品買って最強丼を作るというハッピー企画でございます。さあ、ということで、意外な組み合わせのやつを私は作りたいから、ちょっと頑張って買い物をとりあえず行ってきます。ひなた TV。よいしょ。そんなしてなかったか。買ってきましたー。もうさ、マジでコンビニで、ほんまに美味しいものを作りたい。マジで感動させたいっていう気持ちを込めて選びましたね。まずこちらのグラタンと、そして親子丼、おにぎり、からし明太子のおにぎり、海鮮スティックのなんかやつ、焼き鳥。これは優勝やろ。ちょっと私の攻めをこのカルボナーラ。これをね、仕上げにこうバッとかけたいんで、これがどうなるかということで。もう早速作っちゃうと思います。作っちゃうと思います。まず私がやりたいのはさ、もうこれがベースに、米をベースで、これ上とね、下が分かれてんのよ。はい。続きまして、こちら、最高、からし明太子のおにぎり、この米を混ぜるという。で、海苔は仕上げに使うから、はい、この子だけをほぐし入れます。ちょっとね、明太子少なめ、明太子ご飯みたいな感じになっています。ここでこちらを混ぜていきたいと思います。私これめっちゃ好きやねん。私カニカマめっちゃ好きやねんけどさ、で昔からカニカマをね、ずっと親に買ってって食べさせてもらったんですけど、大人になってこのでっかいカニカマ見た時の感動、え、こんな大きいカニカマがある、いいんですかみたいな感じ。こればっか食べとったわ私。さあ、ちょっとずつほぐし入れますね。うわ、え、贅沢、やば。お茶漬けみたいに湯かけてみ、キャー、やばいで。ここで意外性のグラタンでございます。じゃあこうほじって、マカロニだけ先に、すいません、こう入れさせていただきます。混ぜます。ちょっと雲行き怪しい。でもここでこちら投入しちゃいます。これも綺麗に、なんと美しい。で、見て、追い焼き鳥です。これはうまいよ、絶対やばい。え、うまそう、やばない。そしてここに最後にチーズをかけます。うわー、ちょっと邪魔してそう。で、盛り付けたりとかするのは私すごい上手。高さを作るといいんですよ。で、七味がね、え、合うのっていうカルボナーラに合うんです。美、そして海苔です。激うまじゃん。できました。題して、追い親子明太子カルボナーラ丼です。この人、レインボーのジャンボタカオです。どうぞよろしく、ジャンボタカオと申します。やっぱり、まあ、無限大ホールの若手で飯を食うといえばもう私でしょう。そうなんです、はい、はい、実家の飯食ってるだけで70万回再生されてる。そうでございます。わけわかんないんで、はい、そのスペシャル丼を作ったんですけど、やっぱこれはジャンボに食べてほしいと思って。ひなとさん、はい、まあ、確かにあなたとは付き合いが長いね。まあご飯に連れて行ってたことも何度もあります、はい、ただ私はご飯に関してだけは忖度はしません。お、まずかったらまずいと言います。美味しかったら美味しいという、それでいいですか。なんかめんどくさいなって思ってるより、なんか何でもうまそうとか言うタイプ。でも買うときジャンボ喜ばせたいなってずっと言っとってんな。うんうん、うん、ほんまにジャンボを感動させたい。早速見ていただこうかなと思います、うん、はい、こちらでございます。ほほー、はい、正直言っていいですか。はい、ルックスは120点と言っていいんじゃないですか。お、嬉しい、はい、
稲田さん、はい、私は基本的に海苔も大好きです。はい。うちのお母さんがよく言ってました。丼に海苔を引くだけで美味しさが2倍になると。ね。で、七味。はい。俺もう七味大好きです。きた！今も口の中がよだれでいっぱい。よっしゃ！うん。では、いただきます。いただきます。ほうほう、なるほど、なるほど。すごいなぁ、うわ！あ、これはなんか迫力満点。あ、チーズまで、グラタンか？グラタンにこの、いただきます。まあね、そこまでいってね、混ぜて食べていただかないと。2,900円だった。やったー！素晴らしいですね、これは。めっちゃ嬉しい。なん、なんだこれは、だしの味もするぞ。はい、これはですね、はい、説明していきますと、はい、親子丼がまずベースで入って。あ、だからそうか、だしなのか。はい、はい、はい、で、まあ、追い鳥ということで焼き鳥を。素晴らしい、お見事。はい、はい、あとは、あのですね、米に、うん、あの、明太子のおにぎりと。天才。はい、うん、あと、あの、カニカマみたいなのあるじゃないですか。はい、あれの明太子が入ったやつを混ぜてます。うわ、俺大好きなんだよな、天才。あ、そうなんだ。最後に、あの、グラタン、あ、グラタンも、あの、マカロニをちょっと先に混ぜてから、上のチーズの部分最後に乗せて、おにぎりの海苔をかけてます。いやー、素晴らしい。だからこれあれだ、冷凍のご飯じゃないんですよね。そうです。嬉しい、俺おにぎりのファミマの、そうです、おにぎりのご飯大好きだから、このご飯はいいわ。めっちゃ嬉しいんだけど。うん、ひなさん、これいつでもお嫁さんに行けると言って過言ではない。コンビニ飯で。はい、よし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 。まあ正直俺を満足させるのは無理だろうなと思ってましたけど。はい、いや、お見事。ということで、最強丼大成功。でもひなさん、はい、相手いないっすもんね。むかつく。募集中です。よかった、終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に美味しいというか、もう納得、お見事。いや、素晴らしいですね。はい、はい、はい、なるほど。